はいえー、とそれでは、ね、引き続きという形になりますけれどちょっと間15分ちょっとぐらい間が来ましたがここからはです、ね、横溝プレミアム合格塾、休憩制になろうというようなガイダンスですねそちらお話をしていきたいと思いますす担当はレクセニック講師の横溝です改めてよろししくお願いします。 はい、ということで、まあ、今回です、ね、あの2020年度行政書士試験が、まあ、11月8日に終わってまだ今月の出来事ではあるんですけれどもね、えー、終わってですねそして まあ2週間ちょっとぐらいですかまあ経ってということになりますか時間経つの早いですからねあの気づくともう年末というそういうような状況にもなりそうな感じなんですよね。もうあの自己採点ができるから今の段階であちょっとこれは厳しいなという状況の人とそれから微妙という状態の人ともうこれは絶対受かったという人と大体まあ毎年必ず3つのグループに分かれるということになるわけです。 あのまあ、基本的にあこれはもう難しいだろうなというような状況の方で,でやはり、えー、改めて勉強しようかなと思っている方ですかね、まあ、そういうような状況にある方それから、うん、発表待ちというような状態の人などを対象にしたお話ということではあるんだけれど、まあ、あのまず ですね、えー。勉強再開することをちょっと迷っている方に向けてのお話です。で、勉強再開どうしようかなと思っているような状況の方ですね。まああのある程度をしっかり自分でどうするかは考えた方がいいことはいいですよ。もちろんね。 でこれやっぱり考えるのにはある程度タイムリミットがやはりあるだろうなとは思いますあのどうするかを決めるということだけで考えるのであればやはりそれはん今月中ですね11月中には結論は出さないといけないだろうということですね。ね、まあ、だって ここまでで頑張ってきたもので来年もまたやるのかやらないのかそれはある意味ただ勉強するだけではなくてその合格することが自分にとって必要なのかどうかっていうところの判断でしょうから,だから本来は非常に短い期間できちっと答えが出るようなものではあるのかもしれませんけれどまあそこは少し時間をかけてゆっくりとかいうような意識が働くのもあるだろうしそこまでの疲れとかもいろいろあるかもしれません ませんからだからやっぱり11月中なんですよね。11月中には結論を出し、12月からはある程度どういう形であれ、動けるようにするっていうことが、やはり必要なんだろうなということですね。で、それからあの先週ですか？本試験詳細解説会でも話しましたが、まあ、どうするにせよ。 おーこれはあ必ず、えー、と2020年度試験向けの対策として自分が取ってきた勉強の中で良かった点とそれからちょっとここは本当はこうするべきだったかなと思われる点はきちんと書き出しておくそれから本試験の会場で同じく、えー、こういう順番でやったのが良かったなっていう点とそれからいやーこうすれば良かったのにっていう点が絶対あるはずですからそこも書き出しておく。 うんとね、この問題取れてればよかったとかそういうのでも構わないですよ。やはりんなんだかんだ言いながらあー法令科目のところの択一ですよね。そこが 点数的に、うん、90点届かなかったとかそういう状態でまあ要は多種選択除いた本当に40問の択一のところねえそこだけで90点届かなかったっていうような状況であるとか、まあ、100点届かなかったとかいろいろ人によって段階があるかもしれないけれどまあやはりあの理想とされる得点というものを考えた時に、うんまあ、100点以上はね取れていたいところではもちろん全体の得点戦略からすればあるわけでそこに 足りなかったのはどこをどう間違えたのかな、これやっぱり一度きちんと検証はしておかないといけないです。そこを投げっぱなしにしてまた来年どうしようかなって考えてもあんまり意味はないですからやはりまだ忘れないうちにねどこがどうであればそこに到達したんだろうってところはやはりしっかりと検証しておくってことは必要です。ああと良かかった点もあるはずだから あの一番良くないのはこう試験の結果があまりいい結果にちょっとなりそうもないってなった時にあの自分がやってきた勉強に関してですね全部を否定するもうあの極端な人だと「私ダメなんです」みたいな感じのことを言い出してあの自分自身を否定し始める人が出てきてしまうのであの、まあ、言い方はあれですけれど、まあ、たかが試験ですからね。 あのそれはその人の全人格がどうこうとかそういう問題とは全く別のものである一つの能力だけが試された部分でしかないですからだからそこは割と割り切ってあの見ていくということはまず必要です何もあの自分のすべてを否定する必要はないですしそれからもう一つ言っておくとこれ行政書士試験はやはりあの普通の人がある程度ですね努力をきちんと重ねれば ちゃんとと合格ラインを超えるることがでできる試験ですあの特に何かその行政書士試験を受けるために特殊な能力とかなんかあふれんばかりの才能とか、ね、周りの人が名をねなんか思わずわーってなるようなあ輝きがあるとかそういうことは全く必要ないです。 あの本当にごく普通のヒーローが、まあ、一応ちゃんと勉強するべきことを勉強して努力を積み重ねればきちんと合格しているもうこれは過去の合格者が全部そうですからあの過去に合格していた人たちを見ていて、まあ、中にはいるよ、中にはあのいます、もうスーパースター的な人がいますすげえって思う人がいます。 あの今まで一番記憶に残っている方だと300点満点で270何点取って受かったって人もいますああのどうやったらその点取れるのって思わず聞いちゃいましたけど、まあ、そのぐらいの点数の方もいますあのちょうどプレミアムの方でしたけどそういう方もいらっしゃいますそれから、うん、とプレミアムじゃないんだけど違う講座を受け合格講座系統の方を受けてましたけれど、えー、と4ヶ月で受かったって人もいます えまあ不動産屋さんの人で。 あのまあ自営業だったからある程度勉強時間取れたのかな通信で受けていて4か月ですね丸4か月ぐらいで7月ぐらいから勉強を始めて11月の試験で受かってったっていうような人もいましたぎりぎりだったけどおもう直前の模擬試験なんてもう120点ぐらいしか取れないような状態ででも実際蓋を開けたら受かってったってやっぱそういうような方も中にはいます。そういうい人は多分何か勉強に対する 一つのテクニックよく分かってたのか優先順位のつけ方とかねその辺の判断能力がすごく良かったっていうのはあるのかもしれないけれどあのおそらく残りの99%の合格者の方は普通の人です本当に普通の人が、まあ、ただ本人が思っている以上の努力をちょっと積み重ねて合格を勝ち取ったっていうだけです。だからそこに関してねあの向いてる向いてないはこの試験に関してはない。 向いてる向いてないじゃない勉強してるかしてないかどっちかただそれだけですやるべき勉強をやってたかどうかってそれだけです向いてる向いてないの問題ではないんだってことはちょっともしこれでリベンジをしようかなって思ってるときにそこが引っかかってるっていう方が少なからずいらっしゃると思うんだだからそれはあぜひ、えー、そうじゃないんだよってことは頭の中にまずね、えー 置き換えてもしそう思ってたら置き換えておいていただけるといいのかなっていうそんな話ではあるんですね。で実際にその試験の勉強していくってことで考えるとやっぱりもう以前からそうなんだけど、まあ、より強くねこの3つの 知識分析抽出っていうこの3つをやはり要求する試験なんだなっていうのがまあ本当に痛感させられますねまずやはり一番大事なのは知識のところですからこの知識がきちんと身についているかどうかというのはやはりこれはあ一番大事なポイント最優先で考えてかなければいけないポイントだってことにはなるんだと思います。 うん例えば今回の行政法の択一の問題が19分の12とかあそれぐらいにとどまった人ね。っていうのはおそらく行政法の 卓一のところの知識というものがあ十分に身についてはいなかったどこかでやはり何か知識的に甘いところがあったとっいう話が当然そこには存在するだろうということです。だからあの知識力というのはやっぱり一番重要ですねあの民法にしても憲法にしても、えー、商法会社法にしてもそうだろうと思いますけれど、まあ、特に法令科目に関してはここの知識のところがまずどれだけしっかりしているか。 これがどれだけ正確に身につけられているかというのはとても重要ですその上でこれだねまあ、ここ分析と抽出は割とワンセットみたいなイメージではあるんですけれど この分析をするという力とそれからまあ順番つけるならそこから引っ張り出すという3つですかよくあの知識力分析力抽出力が大事だって言い方をするんですけれどやはりあの記述の問題なんかを見ててもそうね今年のあの行政法の記述の問題ね被告はともかく何が対象で。 どういう訴訟類型で争わなければいけないのかっていうところに関してやっぱりあの900人ぐらいの答案を結局あの本試験詳細解説の時にはまだ600何人だったんだけどあのあとやっぱり何人か分足されてですね最終的に渡されたのは900人近い答案なんですねでそれ全部見てみたんだけどやっぱりなんかあのまあ被告を組み合いって書いてる人はその900人の中の9%ぐらいです。 だからそこでは多分差はつかないですそこはもうほとんど全員点が取れないというそういう状態なのでであのただ対象のところが勘違処分になってたかあそれとも認可処分になってたかまあ、それ以外のものを書いちゃったかってまあ3つパターンがありましたけれどやはりそこできちんと勘違処分をかけたかどうかそれから訴訟類型です何よりも。 あの訴訟類型のところがうーん、まあ、いろんなものがあったね取消訴訟ってあの本試験詳細解説の中でも言いましたけどまず取消訴訟って書いてる人は多分問題文あんまり読んでない。 あそこに取消訴訟はすでに出訴期間が過ぎてるって書いてあったのでだから次に何をやるのかって言ってるにもかかわらず取消訴訟を書いた人は多分そこちゃんと読んでなかったっていうことなのかもしれませんしそれからあの広告訴訟に限定するっていうようなあの指摘が問題の中に書かれてるのに当事者訴訟とか書いてた人はやはりそこが読めてないかもしくは うん、広告訴訟の分類がよく分かってなかったかっていう。そこがやはりあるんでしょうね。あの、審査請求とか書いた人は何かちょっと何をどう勘違いしたかわからないけど、まあ、そういう方もいらっしゃったようだし、当事者訴訟って書いてる人が多かったですね。なんかそのパターンで書かれてる方が非常に多かったっていう印象は、あの900人の答案を見た時には思いました。あの個別面談で。 えー、お会いしてる方の中には一、ね、人もいないいんですよ1人もいらっしゃらないので、えー、実際そこで書いてる答案で一番多いのはうんとあれ義務付け訴訟と、えー、無効確認訴訟の併合提起っていうようなあのいわゆる申請型の義務付け訴訟と 取り違えちゃったいっいう方が圧倒的に多いですこの面談をしてる中でお会いして答案見せてもらった人ではねその人が圧倒的に多いんだけど、まあ、やはりそれもあの適用場面がうーんこの問題の中に与えられた適用場面として何が一番ふさわしいのかを選び出すっていうまさにその問題が何を聞いててで自分の持ってる知識のどこを引っ張ってくればいいのかっていうところがしっかり 結びついていないてなこの3者がきちんとこうリンクしてこないとなかなか解けない問題なんだろうなっていうそういうイメージなんですね。というの特にあの行政法に関してはこういった力が強く求められるかな、まあ、民法もそうですけどね。 民法もそうなんだけど、民法と行政法に関してやはりこの3つの力っていうのはものすごく強く求められるんだろうなということです。あの見てると憲法あたりはやっぱり知識なんですね。 知識のところがどれだけきちんとあるのかなというのは、まあ、今回も人権の判例が3代で統治が2代という択一の問題でした、まあ、例年通りね難易度は高いですあの憲法は難易度は高いですあれはなかなかそんなに全部正解とかそんなことを目指すようなレベルの問題ではないし現場でそれを求めるのはちょっとかわいそうかなって気もします。 うんと問題5番の,あの自立権の話なんかは後から言われてみれば確かに自立権とそれから自立権のカテゴリーに入らない国政調査権でそのカテゴリーに入らないやつを選べっていう問題だったんだなっていうのは後で読んだらああ確かにねと思いますけれど現場で読んでそれに気づけたかどうかって何とも言えないって言えばそこまでですよね。だかかからら空欄補充のの問題ととそれから第三者所有物募事件話にしててもやははり聞いてることは非常 非常に難しいけれどただ判例の正確なあ理解、えー、そして、えー、何が争点になってて、えー、それに対してどのような判例のの 表現がその争点に対して与えられているのかってところをしっかり分かっているかどうかっていうのはやっぱりこれはあ憲法の他支選択の問題まで含めてえできるようになるために重要だってう話はうーん、まあ、変わらないんだろうなということなんですね。まあ、たあの 記述じゃないや基礎法学も含めてあそこ7分のやはり3ぐらいで乗り切れてればあだいたい合格ラインには行きそうなイメージが今年の場合はあります7分の3これは7分の2とか1とかだと結構リカバーは難しいかなってことにはなってきますけどねだからあの取りこぼしも許されない試験だし えー、行政法なんか特に1問でも取りこぼしたらそれが命取りっていうそういうようなレベルの問題じゃないあの行政法の行政手続き法の問題とかね、えー、正当率が良かったけれどやっぱ間違えてる人もいるわけですよもちろんでそこが結果的に最後まで点数が足りないそこできてれば超えてるのにできてないから超えてないって状態になった人も、まあ、何人か見てます。 だからあの誰もができるところそして、えー、確実に正解しなければいけない問題を確実にしとめていくというのがこれがあ今の行政書士試験で求められている大事な力で,であのやっぱり商法会社法についてもこれはリベンジをかける方であればあの分野を絞ってでもきちんと勉強はやっぱしておくというのはうんどこかで取りこぼしがそれでも起きてしまった時のセーフティーネットとしてはとても 有効かなと思いますね、えー、商法、会社法全部四つけてみたいな感じで乗り切るやり方も、まあ、確かにありはありなんだけれど、まあ、それをやった結果ですね行政法で取りこぼしてしまった場合にリカバーすることが全くできないという状況になったらやっぱりそれはしんどいですからだからあの例えば設立今回の試験でも設立出てたでしょ設立はもう10年間であれで8回ぐらい出てるってことになりますからね。 もうこれはやらない手はないだろうっていうそういう話になってくるだろうしやはりあ,のある程度よく出るところっていうのは、まあ、代表例は設立かもしれないけどあと期間のところとかよく出るところはしっかり勉強しとくっていうことは、まあ、あの今回あんまり商法会社法をやらなかったって人もこリベンジするっていうんであればやっておくのは絶対必要かなとは思いますね。ちょっっとあの実際元々どういうい講座があって話をすする前にですねそのの全体の やはり、えー、戦略というかどういう形で勉強していくべきなのかというところはあ大雑把でいいから頭の中に今の話をベースに、ね、作っておいていただくといいだろうということなんですね。はいで、救期制です、えー。横溝プレミアム合格塾、救期制というので、まあ、あの要は9年目ですね。<laughs> 9年目とということになりますあの大きなラインナップは昨年からそこまで大きくは変わってはいないといえば変わってはいないですただまあ今年初めてこの講座をと考えている方もいらっしゃると思うので、えー、とこちらですねパンフレットをお持ちの方はパンフレットの28ページになりますかパンフレットの28ページにプレミアム合格塾9期生というものですね。そちら 書かかれてておおりりまますす今年からあの通信はウェブのみになっておりますあの DVD がなくなりましたウェブのみということですねあとは通学等というようなあ2本立てになっております。DVD がちょっとラインナップからは外れてますのでそこはあのです、ね、気をつけていただけるといいかなということです。 であの大きく分けると2つですねコースがあるのもこれはあの例年とそんなに変わってはおりません、えー、プレミアム合格塾プラスと言われるものとシンプルなプレミアム合格塾と2タイプございますであのプラスの方がもちろん回数がちょっと多いということになってますがプラスに入ってくるのがこの先取り合格講座と言われるですね えー、憲法基礎法学合格講座全11回分を受けていいですよというそういうようなものともう一つがこの知識力強化講座知識力強化講座の行政法12回分ですねあのこちらの憲法の11回分と行政法の12回分というのが加わってくるのが横溝プレミアム合格塾プラスと言われるコースの方です。 まあ渋谷駅前本校で受けている方だと先取り合格講座はこれは通学の教室にもね参加できるようなんて話になっていたりはしますが原則としては通信のみということになりますかあのこちらプレミアム合格塾プラスの行政法の方もこれはあの 事前収録でのですねインプット講義ということなんですねあの実際にこれプレミアム合格塾自体は本格スタートするのは、えー、回答力強化講座からということになりますから、えー、今回の場合だと2月の20日なんですよ2月の20日スタートになります ですからあの、一番メインの講座そのものはここっちのです、ね、これですすねねれ全36回のプレミアム合格塾回答力強化講座こちらが全36回で、えー、通学クラスだと2月の20日からあでウェブのですね、えー、配信が、えー、っとこれがプレミアム合格塾回答力強化講座は えと3月5日です、ね、3月5日ですすね月月日日からウェブ配信という形になります。であのここがまあメインなんですけれどやっぱり、ね、なんだかんだ言いながらあの発表まで時間が空くわけでえその間何もないと何もしなかったりするでしょって何もしないと結局どんどんせっかく身につけた知識がこぼれていってしまうってことになるし自分でやっといてくださいって言ってもね 言ってもねなかなかこの年末年始の忙しい時期ですしまた落ち着かない世の中の中でこの忙しい年末年始の中でってダブルパンチで今年はやってくることになりますからあーだからそれらを考えると、うん、なんかあ一つペースメーカーになるものがあるといいだろうな。 そのペースメーカーの代わりとして例えばこの合格講座の憲法11回分やはり憲法の知識のところが曖昧だとねやはりそれが合否に大きく響くことはあるのでそことそれから知識力強化講座の行政法の12回分をくっつけてそれを要は2月の20日までにしっかり見ておいてねっていう、まあ、そんなような、まあ、自分で勉強するための一つの、ね、素材を 提供するといいうイメージだだ思ってくださいそしてもう1つ知識力強化講座の民法こちら民法の方はプラスでなくても横溝プレミアム合格塾だけを申し込んだ方も民法の知識力強化講座は全15回すべて見ることができます家でウェブでということになりますが、まあ、インプット講座ですねこちらを見ることができます。だ同じです趣旨は一緒 あのこちらあ、民法15回のうちの相続物件はもう11月う、信じられないけど11月10日には配信されてるっていうね。 そういう状態です。11月10日の段階で誰が見るんだっていう気もしなくはないけど、本試験終わって2日後にはもう配信されてるの。あのそういう状況なので早めに配信をしてでそれでえー、っと早めに見ることができるようにしておこう。これもペースメーカーとしてちょっと使ってくださいっていうそういう話です。あのプラスでない普通のプレミアム合格塾でもこのインプットとしての民法15回分が付いてくるからこれを上手にまあ多分12月1 4月あたりでね、えー、回数決めて週に1回とか2回分とかをこう見ていくっていうようなことができればまあなんだかんだ言いながらあ15回分の講義に関してはあ一応民法についてはね12月の22日にはウェブ配信が始まりますので。 えだから年末のあたりまでにはあ民法の再建分野も12月22日にはまとめて全部ドーンと配信されるんですよ。 だからあそうすると12月の年末から1月2月の20日ぐらいまでかけて、えー、その民法の内容をしっかりもう一回自分でね、えー、どんな知識が必要だったかなっていうのを確認するってことができるのでそれやっておきながら2月の20日のこの回答力強化講座に、えー、合流するってうそういうイメージですねあの。やはり回答力強化講座のところはあ前年2020年参加された方はわかるかもしれませんがあの 民法、行政法は各150代の問題を実際に解いていくっていうようなそんなあの講義になります。ちょうど今日これの旧規制なろうの前これずっと続けて見ている方多いと思いますが先ほどの法律系の資格でね改正民法ここが出たみたいな時にちょっと問題解いていただいてその問題の内容を 解説していったでしょ。あのパターンで授業は解説力強化講座は進んでいくと思ってください。でもうちょっと細かく説明はします。もうちょっと細かく説明をすると同時に関連論点の話なんかにも広げて、えー、説明はします。あのー、さっきやらなかったパターンとしてはうーん投げかけはします。まあ2月の20日なんでね。 まだ状況としては今とあんまり変わってないかもっとひどいかどっちかでしょう。ですからあんまり良くなっているとは思えないですから。 だからあまあまあねあの緊急事態宣言とか出てなければいいなぐらいのレベルでしょうあんまりそんなに出すこともないのかもしれないけどただ、まあね、いろいろな状況であんまりそんなにあの感染がとても収まって、えー、あんまり気にしなくていいですって状態ではないような気はするので、まあ、なかなか教室の中であの来た方に直接聞くっていうのはまだ難しいかもしれませんけれどあの投げかけはします。投げかかかけけけははしししまますす問問いいのでをしてそれに 答えてももらううううといいのを、まあ、しょうがないねもう心の中で答えるっていう状態ですか心の中で答えるっていうねあのなんかこのコロナ禍の中での空手教室でそういうところがあるっていうのをこの間テレビでやってましたからあ空手教室だから押すって言わなきゃいけないんだけど押すっていうと飛沫が飛ぶからだから心の中で押すと言えみたいな、ね、ことを言って子供がすごいその辺で困ってるっていう。お みたいなな感じになってんですよね <laughs> あのマスクとかマスクしてやるのも大変だし、まあ、なかなか大変な世の中だなと思いますけれどでも、まあ、とりあえずだから問いかけに対してマスク外して喋っちゃうとねそれはあまり良くないので、まあ、心の中で答えていただくということですかね。まあ、あの 問いいかけをしててくってこれはあの今まで合格講座を受けた方だとあまり経験はしてないだろうなって普通のインプット講座ではやらないのでえこのプレミアム合格塾の特にこの回答力強化講座ですねあの憲法民法行政法の問題をやっていきますで定期的に振り返り編というのが入りますこれスケジュールちょっと見ていただくといいですがプレミアム合格塾ってねあの冊子を持っている方はこれは スケジュール冊子って言われるものの29ページにプレミアム合格塾回答力強化講座というものがあ渋谷の通学スケジュールですけれど一応載っております。でこのです、ね、白黒の冊子の方です、まあ、今前にも映ってるからそれ見ていただければいいですが回答力強化講座ですあの科目のふ振り分けを見ると最初民法が6回あってそこで振り返り編が入ります。 でその後今度は憲法に行きで憲法3回でまた振り返り編合わせて行政法も6回で振り返り編という形になりでその後また憲法そして行政法民法と。 あのまあ、分野もあるんですけれどお科目を少し分断して短期間でいろんな科目に触れることができるようなカリキュラムを作っているというのがこれ昨年から導入したあ、まあ、形ということになりますかね。 まあまあ民法でずっと12回やってもいいんだけど民法12回やってると他の科目のことを忘れちゃったりすると良くないのでまあ半分やったら違う科目入れてっていう形でこう複数の科目を短いサイクルの中でどんどん触れていくっていう形をあえて取る。 これは、あ、学習成果を上げるっていう意味ではとても重要な工夫になってると思ってください。そして定期的に振り返り編ってそこまでの総まとめみたいなものを入れるということをやっていきます。まあ、あの、今回はこのカリキュラムやっぱ回答力強化講座の問題をね、最後まで活用して繰り返し解きながら、あ。 全部の問題にきちんと答えられるようにしていくってことは、あとても重要なので。まあ、そういう意味で、最後まで活用してもらえるような問題集ということになるんだと思います。この全三十六回の講義が、まあ、プレミアム合格塾においては、まあ、中心だというふうに思ってください。これが二月二十日からスタートします。で、それまでに知識力強化講座。あ、がプラスの方だと、憲法と行政法、えー。プラスがつかない場合は、あ、民法のみですね。まあ、プラスの。 方は憲法、行政法、民法まで全部入ってきますしプラスがつかない方はあ民法のみという知識力強化インプットものが講座として事前に提供されるってそんなイメージです。あとはあおそらく見たことがあるような講座も中にはあるんじゃないかと思います。商商法法法とと会社法一般知識も講義編というののははこれはあウェブ配信のみですがあまあ 行われますそして教室だとその演習編というので問題演習が夏過ぎですね夏過ぎに、えー、行われるようなカリキュラムが入っていたりまあその他そうねこの文章理解特訓講座であるとか過去問徹底解析講座なんかもお例年通り一緒に入っているということになってますかさらには民法の問題演習をする講座60問解きまくり講座というものですねやはりあのこれ昨年から2020年からね入れ 今回の試験でも民法9分の8とかあできてた方が あ、まあまこの講座の問題を繰り返しやってえ良、ー、かったと言ってる男性の方がいらっしゃいましたので、まあ,あのその意味で活用が非常にできる講座ではないのかな？まあ、記述60問解きまくり講座考えてみたら、第三者の詐欺ってここに入ってたんだよね。第三者の詐欺の話はここに入ってたっていう話でもあったりはしますし、過去問ラストチェック講座は最後のまとめというようなもの。あとは模擬試験が2回ついてきます。あの、基本的にはカリキュラム。を ずっときちんとこなしていけば憲法、民法、行政法、商法、会社法などが繰り返し触れられるようなスタイルになっているということなんですその分、ちょっと回数が多かったりとかボリューミーであるということはあるかもしれませんけれどもうこれをきちんと通学の場合は原則毎週土曜日になりますがその土曜日の授業でこなしていくということができると、まあ、力は当然つくだろうなと。 いうことではありますね。まあ、あの、昨年の場合はちょっと一時期。 緊急事態宣言がそれこそ出ていた4月から5月にかけては教室事業ができなかったりもしましたのでちょっと間がぼかっと空いてしまったりはしていましたが、まあ、今年そういうことがないことを2021年向けについては祈りながらということではあるんだろうけれど、まあ、あの通学を検討されているのであればあこれはもう毎週土曜日来ていただければいいし今回、ウェブ配信のみなので、えー、通信クラスの方もですね あんまりそんなに間が空かずにどんどん配信されていくということになっております。えっと こちらのの冊子の14ページ白黒の冊子の14ページのところに出てきますが今、前にも映してますけどね結構細かく分けてバラバラにどんどん,どん,どん配信をするので全部まとめて配信するって DVD だとあの全部の6回分全部まとめてこの4月2日に、えー、配信するってことになるから4月2日まで見れなかったりするんですけれどウェブの場合は随,、えー、随時、順次 えー、毎週のように配信されてくるということになりますからあのご自宅で通信で受けるという方、ねまあ、今、これ YouTube ライブでやってますので、えー、YouTube で、ね、見てる方にはもしかしたらそういう方もいらっしゃるかもしれないそんな方の場合はこのウェブ配信を一つの基準にして、えー、講座を消化していくということができれば、まあ、あのたまっちゃうとかそういうことがなくて済むかなってそういう話なんでしょうね。 あとは通学のクラスの方と、まあ、そんなにずれてないので1週間ぐらいのずれでどんどん配信されていきますのでタイムラグもほとんどないというのはこれはウェブの強みだとは思います。ななのでぜひウェブ配信などが上手に えー、活用できる環境は、ねあのー、まだ今ないという方は整えていただいてということにはなるんだろうけれど、まあ、あそれに対応できるのであれば今回のこの通信スケジュールは全部の講座がそうですけれどウェブ配信のみになっておりますのであまりタイムラグなく受けられるというのは1つのこれは売りになるかな。それから まあ今回ね、えー、と昨年のところ、まあ、2020年向けの試験対策でも、えー、模擬試験の問題を対象に Zoom でですね、えーまあ、講座をやるという無料の講座でしたけれどまああったんですね。 えー、復習の一番こう最重要問題だけあベストセレクションみたいな名前で、えー、やったものがありました、まあ、Zoom の機能を使うと実は丸ツ式の問題がバンと画面に出せてでそれに皆さんに答えていただくと瞬時に、えー、正答率が何パーセントかっていうのが全部出てくるようになりそれをまた皆さんの方とも共有ができるっていう状態になっていてでそれを踏まえて説明していくっていうことができるとあ,のある意味あの言葉は交わさないけれど 一つのゼミのような感じでそれが使えるんじゃないかなって。だ例えば民法にしても まあ、行政法の、ね、手続き法とかをそれで、えー、やってみたらいいんじゃないかなともちょっと思ってはいますこのパンフレットのところにも、えー、とまだあ細かいことは決めてないけれど Zoom ゼミを実施予定ですなんていうことを書きましたのでこれはあの、まあ、プレミアム合格塾の方は受けてる方は、ね、基本的にそこにはあ参加できるように、えー、したいなと思ってますから、まあ、あのベストセレクションっていうのを やった時もですね え時間を非常に短く設定してその中で10個の問題の丸抜を答えさせてはいどんどん行くからねみたいなことをやったんですねだからそれはあの例えば行政手続き法の条文の知識であるとか今年も定義の問題だとかいろいろな基本的な条文知識を問う問題が出てたでしょああいうものなんかを10個1セットにしてどん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 出していってでそれでさあできるかなできるかなっていうのをちょっと 追い立てながらやるっていうのはねこれはとても有効な勉強になるんじゃないかなでそういうことができると実はあの通学クラスだけじゃなくて通信クラスの人も全部参加できるので、まあ、そこは距離を全部取っ払って一斉に、えー、そのやり取りができるってそういうことになりますよね。あれこののの時はやらなかったけどあのチャットが使えるので まあ場合によってはチャットなどでいろいろとやり取りをするということもできるとこっちはしゃべりますけどなんか質問事項があればチャットで入れてもらって答えるということができると今度、双方向でやり取りもできたりはするじゃないだからそういった Zoom を使ったゼミというものはあぜひともやりたいということですね。あのー、一昨年ぐらいまでは実はあのゼミって結構渋谷駅前本校でやってたんですよ。 民法のゼミとかあ行政法も34年前はやってたかなあ最終的には民法のゼミがいいっていう人が多かったので民法のゼミっていうのをやっていて、まあ、それはあのゼミですけどこうみんなで座ってねで端から当ててくっていう恐ろしい事業です。 もうそこにいる人が2時間の間に20回ぐらい当てられるっていうそういうような分かんなかったらパスといえみたいな感じであのわーっと当てていくとパス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 ってパスパスがどんどんつながっていくっていうそういう状態がたまに起きますけれどそこで答えられるとみんなで拍手するとかちょっと気持ち悪いあの環境ですね。 っていう時期もあるんですけれどちょっとズームなどでそれはできないですけどねただ、あのなんかそういう感じで少しこう刺激を与えられるようなものも入ってくると通信の方、通学の方問わず、まあ、プレミアムは実は通信で受けている方が多いので圧倒的に多いんですよ圧倒的に多いので、まあ、そういった方も含めてですね、まあ、お互いにこういろいろやり取りができるといい刺激になるのかなとは思っていたりはします。 まあまああのー、今回のこのプレミアム合格塾、9期生ですかね、えー、と全体のカリキュラム自体は今、説明した通りですしその中での特色、まあ、今年あ新しく入れるのがこの Zoom ゼミと言われるものなのでこれはあ、まあ、やってみないと分からないというところはあるけど大いにちょっと期待したいなと。 いうこういともありますできれば早い段階でゴールデンウィークぐらいに一度やりたいなとは思ってますので定期的にやりたいですね定期的に何ヶ月かに一回やるっていう感じにして徐々に徐々にその内容を強めていくってことができたらいいのかなと。 いうことですかね、まあ、最終的にはグランド100周ぐらいするというそういうようなあ状況になったらいいかなって何の話かわからない人はまあ参加していただければいいかなと思いますけれどまあ,あのそんな状態ね場合によってはこの問題できなかったら逆さ釣りだとかなんかよくわかんないことを口走るようになりますからまあ,あのそういうこともいろいろと楽しみに聞いていただきながらね、えー、やってもらえたらいいのかなと思っています。あのまあ 今回の小学生試験の結果などでどうしようかなと思っている方もいらっしゃるかとは思いますけれど、えーとまあ、まあ9年間続いている講座ですし、まあ、個人名がついて9年続いている講座ってなかなかあの実はレックの中でもそんなにはないです。 えー、毎年いろんな荒波が来るのを乗り越えながら9年間こうやってきて9年目を迎えてますからだからあでいろんな内容の、ね、改正なんかも加えながら充実したカリキュラムになってますので、まあ、もし、えー、2021年度試験ですね合格したいなというふうに考えているのであればあ横溝プレミアム合格塾9期生 ですね、そちらの方を参加していただいて一緒に頑張っていけたらなということなんですね。はいえー、ということで、えー、と今回「えー、横溝プレミアム合格塾9期生になろう」というようなタイトルで、えー、まあまあお話をしてきました、えー、とそろそろ時間がまもなくやってくるということになりますので、えー、この辺りで、えー、私の方からのお話は以上と。 いうことにしたいと思いますこの後各本校にいらっしゃる方は小学生試験の結果とか何かそういったものが配られるかと思いますのでもうしばらくお付き合いいただければということです YouTube 上でご覧になっている方はこの辺でさようならっていうそういう感じになりますがぜひ今後もまた検討していただければということですはいそれでは私の方の話は以上で終了したいと思いますお疲れ様でした